声優わちゃわちゃ、今回は地獄では強くてなんぼです。鬼たるもの慈悲なんて持たない。一体いつから強化水月を使っていないと錯覚していた。騒がしい嬢ちゃんだな。よし、試してみるか。安本博樹、早見翔、松本拓也の低音声優3人がガチバトル。聞く人を思わず魅了する。誰が一番声が低いのか。強化モードまでついたものもあるそうです。低いですね。マイクの性能のギリギリのところまで行ってますね。衝撃の結果が待っている。科学で低音検証スペシャル。低音ボイスが特徴の我々でございますが、どれくらい低音なのか科学的に解析検証していきますと。ほう、はい、この3人の低音声優、誰が一番声が低いのか対決だ。音声解析のプロの方にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。千葉音声研究所の村岡と言います。よろしくお願いします。はい、村岡先生、よろしくお願いいたします。これまでにシンガー&声優2000人の方の声を分析、そしてニュース番組の音声解析やドラマ科捜研の女の技術協力などを行う音声解析のスペシャリスト。本物の専門家登場だぞ。ちなみに一般男性の低い声の平均は 150Hz。 低音声優さんの結果がどうなるのかワクワクしますわ。見事低音ボイス王に輝いた声優さんは、月島のカフェリトルスパイスザカフェ未来で今大人気のスコーンが食べられるぞ。よだれが。まずはじゃあ松本さんからいきましょう。はい、松本さん一応意気込みもらっていいですかね。そうですね。変な話、今後の仕事にも影響出るかもしれないので、そこは本当にちょっと頑張らせていただきます。目に物見つけやります。声優歴10年、筋肉系男子を演じる松本拓也。自分が出せる一番低い音で原稿を読んでもらい、その声は何ヘルツなのか計測していきます。低音、聞く人を思わず魅了する、まさに癒しの音。オーディオ機器の中でもワイヤレスイヤホンは重低音モデルを愛用する人も多く、いろいろなメーカーが重低音が楽しめるモデルを発売。重低音強化モードまでついたものもあるそうです。おお、これ後で、そうですね、解析はしますか。ちょっと見たことない波形ですね。面白い波形が、ここまでなるとは、まあ後のお楽しみと。なるほど、なるほど。お楽しみです。おお、これは期待できるぞ。粗相のないように努めます。よろしくお願いいたします。声優歴20年、実力派低音声優、安本博樹。低音、聞く人を思わず魅了する、まさに癒しの音。オーディオ機器の中でもワイヤレスイヤホンは重低音モデルを愛用する人も多く、いろいろなメーカーが重低音を楽しめるモデルを発売。中には重低音強化モードまでついたものもあるそうです。いや、バスむずい。悪い人だったね。構えると難しいですね。すげえ難しかった。まあ、結果は後ほどですけど、先生どうでしたか。低いですね。低かったですか。さすがとしか言いようがないですね。先生も絶賛、どんな結果になるんでしょうか。昨夜もっと酒飲んでればもっと低い声ぶつぶつ。声優歴42年、渋声を響かせる早見翔。低音、聞く人を思わず魅了する、まさに癒しの音。オーディオ機器の中でもワイヤレスホンは重低音モデルを愛用する人も多く、いろいろなメーカーが重低音が楽しめるモデルを発売。重低音強化モードまでついたものもあるそうです。びっくり。あとでも響きがすごいですね。早さんの声は違うようなどうでしたか先生。マイクの性能のギリギリのところまでいってますね。あら、わお。ちょっと正しく解析できるかちょっと不安ですけれども。聞く人を思わず魅了する、まさに癒しの音。オー
重低音が楽しめるモデルを発売。中皆様のお声に癒されましたわ。結果がワクワクします。結果が出ました。楽しみ。それでは村岡さん、はい、分析結果の発表の方お願いいたします。はい、それでは増本さんの増本さん、はい、結果を発表したいと思います。はい、お願いします。果たして増本拓也の分析結果は。増本さんの最低音は 62.1Hz。 すごい、すごい、すごい。え、これ一般男子の何倍。あなた声低いねって言われる人でも 100Hz を下回ることっていうのは基本ないんですよ、ね、でこれあの何に近いかっていう、どんな音に近いかって考えてちょっと見たんですけれども、チェロの開放弦一番低い音、これに近い。なんか嬉しい、すごい。いや、やったやった、それでよかった。一般男性の平均の半分以下の記録、増本くんが 62.1Hz で暫定1位。続いて安本さんの結果は、はい、安本ひろきの最低音はいくつなのか。安本さんの最低音は、はい、42.5Hz。 42.5、 やっぱ低いってことなんですかね。じゃあ低いですね。あの、見たことなかったですね、はっきり言って。で、安本さん、はい、コントラバスの開放弦の一番低い音ですね。なるほど、これに近いと、はい、さっき早見さんでもなんか近いの限界があって先生おっしゃってたから、いやいやいや、何かが起きてるかもしれません。いやいやいや、増本くんの記録を上回る 42.5Hz で安本くんが暫定1位に。最後は早見さん、はい、早見さんの最低音は、はい、低音階のレジェンド早見翔の結果は 17Hz。 このもうまさに早見さんの声はマイクの性能ギリギリのところで、うわすごい、ひょっとしたらもっと低いのかもしれないっていうところ。例えばテレビであったりスピーカーですね、はい、これ 20Hz 以下って基本的に出ないんですよ。ですから出てくる。ですからもうあのひょっとしたらその早見さんの生の声今私初めて聞きましたけれども、はい、テレビではやはりその下の低音が削れちゃってる部分があるのかもしれないなと、うん、そして早見さんピアノの一番左の音、これよりも低い。よりもよりも弾けない音ですね。じゃあもうじゃあ楽器でも体現できないよ。体現できないです、ね、あ、そうですか。多分17ってすごい面白いですよ。もう日本のなんかこうね低いところを支えたいと思って。すいませんね、テレビから聞こえなくてっつって。かっこいい。はい、というわけでございまして、早見さんにはですね、リトルスパイスカフェ未来さんの大人気スコーン、やった、塩チョコをゲットでございます。ありがとうございます。どうぞ召し上がりください。定番から季節限定まで、およそ40種類を日替わりで販売。塩チョコはチョコを引き立たせるためまろやかなしょっぱさがある南フランスのカマールグという塩を使用しているそうです。カマールグです。どうですか。美味しいです。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。次回声優わちゃわちゃは、安本はレギュラーに入れたくないって言われて教習所で怒られたんですよ。運転手さんが、はい、いい声だねって言って。低音ならでは、普段の生活で起きた衝撃事件を激白。さらに、家作りとかめんどくさいな。よし、僕は木の家にしよう。ほら大変だ。よいしょよいしょと。狼よりも強そうな3匹の子豚でギャップを楽しむ朗読劇、開幕です。暗い狼、沸騰攻撃や。